讲一下。一歩前に出ましたね、はい、自身でヘディングをしてからと、はい、まあ、多少ね、あの将棋押されてきましたから、ああいうプレーで、時間を使える、まあ、自分たちのボールできるっていうのは大きいですよね。自身は本当に謙虚でキャプテンには向いていない、歴代のキャプテンに比べると劣っていると話していますが、例を見る限り全くそんなことは感じられませんね。いや、もう背中で見せるタイプなんじゃないですかね、はい。その高松商業のキャプテンの2番の佐藤なんですが、県代表が決まってから選手権までの間に全国レベルのチームと練習試合をしたと。ただその中で力の弱さを見せつけられたと。細かい気配りを大切にすることが強豪校に通じていること、そのあたりを意識するようになった。